ラビッツファーム TV。 今日はですね、サンコーから発売された新しいケージ用カバーの紹介をします。サンコーといえばイージーホームというケージのシリーズなんですが、専用のカバーが発売されました。こちらです。じゃん、クリアカバー。これはケージが60センチのタイプのものと70センチ用のもの、そして80センチ用の3タイプが発売されています。今までもイージーホーム用のカバーというものはあったんですけども、布タイプのシャカシャカしたような生地のものではあったんですよ。で、今回初めて透明なクリアタイプが出ました。この透明なクリアタイプ、何がいいかというとですね、これからお見せします。開けていきます。今回用意したのはイージーホーム60です。こんな形で開きましたので、ケージにかぶせていきます。かぶせるだけなのでとっても簡単ですね。このカバーはここにマジックテープがあります。こう締めたい時にはこういうふうにこうマジックテープで締めれるようになっています。マジックテープがある場所なんですけど、前前面側のところですね。背面はないですね。なので、ここを閉じたままこっちの側面だけ開けたいとか、そういうことはですね、どうやらできないようになっています。ではですね、どういう時にこのカバーを使いたいのか、使うのかというと、まずはおしっこ飛ばしをする子、毛が激しく抜ける汗毛期の時なんかに、毛がお部屋中にこうパーって飛ぶじゃないですか。そういう時にこういうカバーをしてあげると、お部屋の中に毛が舞いづらくなると、そういうようなものです。あとは保温効果だったり、そういうものも期待できるんじゃないかと思います。それから冷気っていうのがどうしてもね、入りづらくなるので、寒い冬の時期なんかにはもちろん暖房をつけてあげるのが一番なんですけども、ペットヒーター入れてちょっとでもこういうカバーをしてあげたら、少しでもこう暖かく保てるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、今まであった色がついているカバーと違って、このクリアタイプ一体何がいいかというとですね、いきますよ、バーン、ほら、さあどうですか、どうですか、中が見えるでしょ。中が見えるから何なんだっていう話なんですが、今ですよ、お家にペットカメラつけてる人いませんか。ペットカメラ、そう、色がついたカバーをつけていて、正面を開けていて、正面にカメラがこうついてるお家だったら全然見えるからいいと思うんですよ。だけどそうとは限らないと思うんです。こうちょっとお家の斜め遠くの方とか、ちょっと高いところにあって、こうね、横の方からカメラを映すような状態でも、じゃ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 ん、ほら、中の様子がね、クリアだったら見えるんですよ。これがね、今回発売されたクリアカバーの特徴です。光の関係でこうカバーなしほどはクリアには見えないんですけど、十分その今ウサギさんが寝てるとか、ご飯を食べてるとか、そういう状態はクリアカバーなので確認できるんじゃないかなと思います。これがじゃあ半分閉じれるのか、ちょっとやってみようかなと思います。一応ですね、マジックテープがここに1箇所、2箇所、3箇所とついてるんですね。なので例えば一番上だけを止めて、いけるか、一応この状態いけます。ただこの上の方ですね、この上の方に何か止めるところがあるわけではないので、ここはちょっとクリップか何かで挟んであげる必要があるかなと思います。イージーホーム60の場合、一番上を開け、一番上をこう止めた状態で、ここ重要ですよ、メーカーさん、ここ期待に応えてくれ。ここだけの状態で開くのか、はい、開きます。一番上のところだけマジックテープ止めた状態、なんと開きます。若干擦れるけど、まあまあ全然いいでしょう。開きますね。なのでこの状態で使ってあげるのはいいのかもしれません。一応じゃあ2段目まで、じゃあ閉めておこうかなということで、2段目まで閉めました。この状態で開けることはなかなかないと思うんですけど、はい、
こんな感じです。2段目まで締めるとこれ上までいかないので、もしですね止めるとしたらこの辺をクリップで止めてあげる必要があるかなと思います。これからこう寒くなる時期、まあお部屋の温度も寒くなりすぎないけど、まあペットヒーターだけでいいかなみたいな時間帯だったりした時に、こういうものを使ってあげると、まあ熱もねこう外に逃げづらいし、いいんじゃないかなと思います。もちろんこれ多分全部閉めてしまったとしてもですよ、ここがねこうマジックテープで、こんな本当に見えます、この小さいちょこっとしたマジックテープで止まっているだけなので、隙間は十分にあります。隙間は十分にあるので、なんかこう酸欠になるとかそういう心配はないんじゃないかなとは思います。ただまあ、ね、もし心配な時はやっぱり、まあ、せめてこれぐらいは開けといてあげた方がいいんじゃないかなと思います。さてですよ、じゃあこれをつけた状態で給水ボトルをつけたらどうなるのかって話ですよね。ここにウォーターボトルフラット350というものがついているので、まずこの状態でねちょっとボトルをつけてみます。ボトルをつけて閉じれるのか、大丈夫です、十分十分閉じれます。でこれってまだ幅が出ていないからそこまで気にしなくてもいいと思うんですけど、重要なのはですよ、じゃーん、同じ参考さんから出ているディッシュドリンカー、これをつけると結構ですねここにこう厚みが出るんですよ。厚みが出た時に問題なくつけれるのか見ていきます。本来高い位置につけるのはあんまりおすすめはしないんですけど、一応ここにつけます。どうでしょう、つきましたね。この状態でも全然使う分にはいいんですけど、この状態でじゃあ閉めれるのかです。問題なくつけれました、いいですね、いいと思います。じゃあですよ、次こういうボックストイレをつけた時です。内側にこういう風につける分にはもちろん全く問題ないんですが、外側につける時にはちょっと大変かもしれないですね。こういう形で取り付けをすると、スペース的には全く問題ないんですが、こういう風にもしつけている時にはここにこう牧草を入れるので、ちょっとこうガシャって牧草を取って入れるのが気持ち大変かなっていうレベルですね。中に牧草入れをつけている方には全く問題はないと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。イージーホーム用クリアケージカバーの新商品のご紹介でした。参考になった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またウサギ用品でこういうものも解説してほしいよというものがあったらコメントをください。よろしくお願いします。ありがとうございます。